ちは、シンアースエナジーのひとみんです。いつもありがとうございます。今日はリュウさんを携えてお届けしたいと思います。2020年ももう3ヶ月ですよ。いやー、びっくりしました。私カレンダー見てちょっと焦りましたね。なんか最近ちょっときつかったんですよね、肉体的に。精神的にはそんなにね、変わってないんですけども、乙女座の新月からなんかだんだんこう具合が悪くなってきて、前にね、満月はもう気にならなくなったというか意識しなくなったっていう動画を出したんですけれども、なんか新月になってからね、ちょっとこう体調がおかしくなってきたりして、で肉体的にこうすごくきつかったんですけれども、ようやくちょっと落ち着いてきました。そしてビデオ回そうかなと思って、私の周りでもお彼岸がなんかきつかったっていう人が結構多かったです。皆さんはいかがでしょうか。で、今の私の状態からしてみるとね、そろそろこうエネルギーの巡りを良くしたいなと思ったので、今日は超瞑想のチンク茶をご紹介したいなと思います。でね、超瞑想っていうと沖縄のね、大地の恵みをたっぷりと含んだ伝統的な島野菜なんですけれども、ボタンボウフーとも呼ばれていますよね。で、とても栄養価が高い植物で、今ちょっとノート見てます。カンニングノートですね。覚えられないんでね、私も。最近もうね、カメラを回すとね、すべてがぶっ飛んじゃって、全然覚えられないんですよね。で、いつも話してることの10分の1ぐらいしか話せてないっていうね。ちょっと今日はノートを用意して見てるんですけども、超瞑想っていうとやっぱりすごいパワフルな植物っていうイメージがありますよね。で、とても栄養価が高いね、植物で琉球の自然の恵みの生命エネルギーが感じられるんですよね。本当にそうだと思います。で、そんなパワフルな超瞑想のチンクちゃんなんですけども、なんと竜の食べ物と言われてるんですよ。で、私もびっくりしました。竜って超瞑想食べるのって、どんな風に食べるんでしょうね。多分エネルギーを食べるんでしょうね。さあ、むしゃむしゃ食べないですよね、やっぱりね。で、私たち日本人っていうのはやっぱり竜体というね、竜のエナジーがこう重なってる層があるらしいですよ。体のどうかわかんないです。私ちょっとこうそういう霊感がないもんでわかんないんですけど、なんか日本人に、特に日本人に多いっていうのの竜のエナジー、そういう存在する層が体に重なっている層なんですよ。で、この超瞑想なんですけども、このチンクチャーですね、このチンクチャーがやっぱりその流体の傷んだところを修復してくれたりとかね、なんかそういう働きをしてくれるそうなんですよ。本当にね、エネルギー不足の方にはおすすめかと思います。はい。で、私個人的な感覚なんですけども、そうですね、前に進みたいけどこうあともうちょっとこう勇気が出せない、なんか力が発揮できないとか、なんかこう流れが停滞してるなとか、あと生命エネルギーを満たしたいとかね、ちょっとエネルギー不足かなっていう時に、この超瞑想ってすごい使いたいなって思うんですよね。それで、超瞑想なんですけど、流体の痛みを修復したり、生命の息吹がなんか蘇るような、そんな感じをするんですね。で、今日はダイレクトにこの超瞑想のねパワーを感じていただけるように、現役で使いたいと思います。私まだ今日は一度も超瞑想を使っておりません。でね、あとおすすめはそうですね、マッサージとかにもいいかもしれないですね。マッサージオイルにこう垂らしてもらって、でこうお腹とか背中のマッサージいいと思いますね。ぜひアロマセラピストさんとか
ご活躍、ご助けが通用してください。なんか私もちょっと試しに使ってみようかなと思って、マッサージオイルとしてね。で、そうですね、今日は早速この超瞑想を使いたいと思います。龍さんと一緒に使います。こう龍のなんかすっごい場めちゃくちゃ熱くなってるんですよ。さっきまでそんなに熱くなかったのに、この説明をしてからですね、なんか体の中がもうすでに熱いです。ほんとすでに熱い。なんで？それではちょっとリュウさん、ちょっとリュウさんここに置いときます。手間こっちらにそうですね、それではちょっとこう今までミストとして使ってたんですけど、ごめんなさいね、ちょっと私この間のジョーカーミスト、あれちょっとブレンドされてるやつだったんですよ。ちょっと分かりにくかったと思います。今回は原液で使わせていただきます。ではでは、いきます。ちょっとたっぷりめに取りましたよ。ちょっと原液を使われる場合はね、アレルギーがないか確認してからお使いください。あーすごい、みなぎる。じわじわきます。では。ちょっと画面のね、前の皆さんもちょっと感じてください。ちょっと気を送ります。いかがでしたでしょうか。ちょっと強力じゃないですかね。どんな感じでしたでしょうか。もしよかったらコメントとかいただければ嬉しいです。はい。でこの疲労感を感じている方とかにね、素晴らしい効果を発揮すると思います。そしてこう感情がもつれてる時、停滞してる時とか、あと巡りを良くしたいね、エネルギーの巡りをこう循環するスピードがなんか速くなるような、こう流れを作るみたいな、そんな感じもします。で、まあチャージできましたでしょうかね。ちょっとなんか私ちょっと今緊張してすごい、まあ汗がすごいんですよね。めっちゃ汗かいてます。はあ、なんかこうお腹とか背中のあたりがすごい今汗ばんでおります。ね、ぜひ実際に手に取ってどんな風に感じるか体験してみてください。もう一人一人体験が違うと思いますので、なんかすごい汗がもうダラダラですねお分かりいただけたでしょうかみたいないやもう本当になんかね、カメラをね回すと私すごい緊張するタイプなんですよね。と本当にちゃんと届いてるかどうかちょっと不安なんですけどねねえ本当にもうこう流体エナジーがこう満ちてくる、そんな感じがするんですけれども、はい。ではではそうですね、こ
このアースエナジーシンク茶、ぜひぜひお試しください。ね、その生きてるこう喜びとかね、なんか安心感とか、そういうね、あの力が湧いてくるっていう感じなんですよね。はい、そうですね。それではこの辺にしときましょうか。またグダグダになるといけませんのでね。はい、では次の動画でお会いしましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、最後にリュウさんと一緒に、はい、イデオカミリュウ、いやさかー。